ドブ・フローマンは、イスラエルの電気工学者、経営者であり、エプラムの発明者である。インテルの元バイスプレジデントで、インテルイスラエル社創設者、初代ゼネラルマネージャーである。ドブ・フローマンは、第二次世界大戦が始まる5ヶ月前の1939年3月に、オランダ・アムステルダムで生まれた。彼の両親は、 ポーランドでの反ユダヤ主義の高まりから逃れて1930年代初頭にオランダに移住してきたユダヤ系ポーランド人だった。1942年、ドイツによる低地諸国侵攻の後、ナチスによるオランダのユダヤ人コミュニティへの支配が強化されたため、彼の両親は子供をレジスタンスの知人に預けることにした。フローマンが預けられたのは、 ベルギーとの国境近くの北ブラバント州のスプラングカペレ村に住む西京海峡との農家のファンティル・ボルフ家だった。ファンティル・ボルフ家は終戦までフローマンをかくまった。彼の両親はホロコーストにより死亡した。戦後、親戚の紹介でイスラエルへ移り、戦争で両親を亡くしたユダヤ人個人のための孤児院で数年間過ごした後、1949年。 建国したばかりのイスラエルに帰化した。親戚の家の養子となって、テルアビブで育ち、イスラエル軍に従軍した。1959年、電気工学を学ぶために、イスラエル工科大学に入学した。1963年に大学を卒業後、アメリカに渡り、カリフォルニア大学バークレー校で修士号と博士号を取得した。1965年に修士号を取得した後、 フェアチャイルドセミコンダクターの研究開発部門に就職した。1969年に博士号を取得した後、元フェアチャイルドのゴードン・ムーは、ロバート・ノイス、アンドルー・グローブを追って、その前年に設立されたインテルに入社した。消去可能でありながら簡単に、再プログラムが可能な初の、不揮発性半導体メモリであるエプラブのコンセプトを、フローマンが開発したのは、 1970年に彼が初期のインテル製品の故障をトラブルシューティングしていた時だった。当時、半導体メモリには2つのタイプがあった。ランダムアクセスメモリはプログラムするのは簡単だったが、電源が切れるとチップの電荷が失われてしまう。これを揮発性という。リードオンリーメモリは対照的に不揮発性であり、 チップ内に符号化された情報は固定されていて変更することはできない。ロムをプログラミングするプロセスは時間と手間がかかる。一般的にデータは工場で焼き込む必要があり、マスキングと呼ばれるプロセスを経てチップに物理的に埋め込まれ完成までには通常数週間を要した。そして一度プログラムされたロムチップ内のデータは変更することができなかった。 エプラムは不揮発性でありながら再プログラムが可能である。エプラムはフラッシュメモリの技術につながる技術革新と開発のきっかけとなった。エプラムはパーソナルコンピュータ業界における重要な技術革新でもあった。インテルの創業者ゴードン・ウーアはマイクロコンピュータ業界の発展においてマイクロプロセッサそのものと同じくらい重要であると言った。 1980年代に入っても、それはインテルで最も収益性の高い製品であることに変わりはなかった。エプロムの発明の後、フローマンはガーナの熊市にあるクワメエンクルマ科学技術大学で電気工学を教えるためにインテルを退社した。1973年にインテルに復帰したが、彼の長期的なビジョンは、 イスラエルに戻って、そこに技術研究センターを作ることだった。1974年、彼はインテルがハイファに小型チップ設計センターを設立するのを支援した。インテルが国外に拠点を置いたのは、これが初めてだった。イスラエルに戻ってからは、ヘブライ大学応用科学部で教弁を取る傍ら、インテルのコンサルタントとしても活動した。1985年、 インテル発の国外半導体工場をエルサレムに設立することについてイスラエル政府と交渉した後ヘブライ大学の職を辞してインテルイスラエルのジェネラルマネージャーに就任した1991年湾岸戦争中にイラクがスカットミサイルでイスラエルを攻撃しイスラエルの民間防衛当局は不要不急の事業をすべて閉鎖するように勧告したが フローマンはインテルイスラエルの事業を継続した。その結果、インテルイスラエルは戦争中も営業を続けた数少ない企業の一つとなり、製造業では唯一であった。フローマンはハーバードビジネスレビューの記事で戦時中の経験を述べている。1995年にはイスラエル南部のネゲブの砂漠地帯の端にあるキルヤット・ガトという町に、 二つ目の半導体工場を誘致した。現在、インテルイスラエルはワイヤレス技術のグローバル研究開発の本部となっている。ここでは、ノート PC を対象としたプラットフォームであるセントリーノや先進的なマイクロプロセッサ製品が開発された。また、チップ製造の主要拠点でもある。2008年には35億ドルを投資して、 キリアットガトに7000人の従業員を要する第二の半導体工場が開設された。2007年のインテルイスラエルの輸出総額は14億ドルで、イスラエルの電子、情報産業の輸出総額の約8.5%を占めている。フローマンは2001年にインテルを退職した。彼はイスラエル科学、人文アカデミーの会員である。ありがとうございます。